こんばんにょふ、超絶マルチシンガーソングライターのゆかにょふです。普段は自分の曲以外にもアイドルさんに楽曲提供していたりしてるんですけども、歌も作編曲も楽器演奏もレコーディングも全て一人で担当する一人ガールズバンドというコンセプトで活動しております。この YouTube チャンネル、一人で全部やってみる動画をアップしているんですけども、その中で作曲の工程も見てみたいっていうコメントもいただいたので、今日は初めての企画なんですけども、一から既存曲を作ってみるっていう動画にしてみたいと思います。シンガーソングライターらしく、初心者でも分かりやすい曲作りを知ってもらったり、作曲ってこんなに面白いんだっていう関心を深めてもらうためにこの動画を作ってみました。てなわけで、今回の課題曲はドン！ゆかにょふも小さい頃から大ファンの人気ファミリーアニメサザエさんの中から、楽しい磯野家という BGM をピックアップして一から作ってみたいと思います。用意するものはパソコン、そしてパソコンの中に入れる作曲ソフト、そしてこのMIDI鍵盤もあったら完璧です。それではゆかにょふの簡単作曲講座スタートにゃふー。はい、作り方は人それぞれなんですけども、基本的なやり方で進めていきたいと思います。譜面とかコード表があれば一番いいんですけども、今回は耳コピだけで進めていきたいと思います。まずピロリロリン、ピロリロリン、ピロリロリンパッパーンっていう6小節分を作っていきたいと思います。使ってるソフトはロジックプロ10で、10代の頃からずっと同じシリーズを使っているんですけども、こんな感じの画面になります。ここにマウスまたは鍵盤で打ち込んでいくことによって、楽器を一つも使わずに曲を作ることができます。まず作り方その1、原曲のテンポ、この曲はだいたい BPM125 くらいでね、やっています。でその2、コードを調べましょう。耳コピをするときはですね、まずメロディーラインや、ベースをよく聞いて音を探るんですけども、ベースの音が分かれば、だいたいコードは自然に見つかってきます。でこれだと、最初の音がですね、ドッソドッソっていう音なので、 C の音になります。まあコードの見つけ方はまた細かい話になるので、今回は飛ばします。この6小節分は C、Am、D、G になりますので、この通りに作っていきます。そしてその3、何の楽器が入ってるか調べましょう。ヘッドホンでよく聞いて目立つ音から書き出していくといいかなと思います。この曲は基本的にドラム、ベース、ギター、エレピが入っているんですけども、エレピはまあ似たような音でもいいと思うんですけども、ギターはですね、普段の手弾きで弾いてるので、今回は外してかなりシンプルに作っていきたいと思います。なのでドラム、ベース、エレピ、この3種類だけでサザエさんを表現していきたいと思います。そしてその4、最初に土台となるドラムを打ち込んでいきましょう。ドンドンドンっていう鼓動のような音ですね、キックを入れます。これみんな同じリズムで入ってます。続いてはハット、チッ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 っていう金属音の音ですね。増えます。はい、こんな感じに最後の方がちょっとリズムが変わりました。そしてスネアですね。スネアはこの最後の方しか入ってないです。タタタンタンタンっていう音を入れました。でこれでもうドラムは完成ですね。聞いてみます。こんな感じです。で続いてはもうベースに行きます。ベースはすごいシンプルでこんな感じですね。
最後のトゥルルルっていうのがつなぎの音になります。じゃあこのベースとドラムを合わせて聞いてみたいと思います。はい、もうこれだけでもう結構サザエさんっぽくなってきました。そして最後に肝となるエレピの音なんですけども、これは忠実にメロディーに沿って入れるだけです。音色はこういう音にしてみました。まあ好みなのでどんな音でもね、それっぽい音なら大丈夫かなと思います。エレピ聞いてみます。どうですか？これだけ聞いてもかなりサザエさんっぽいですよね。はい、このエレピの音もできたので全部一緒に聞いてみます。スタート。感じです。もうこれで完成しました。はい、こんな感じで皆さんいかがだったでしょうか。これに加えてさらにアレンジとか音量の調整とかいろいろな細かいことが入っていくんですけども、とりあえずはこれで作曲 OK だと思います。この曲は割とシンプルなので打ち込みの練習にも最適かと思います。それでは皆さん、楽しい曲をいっぱい作っていきましょう。バイニャフー。